イエスサー、どうも皆さんこんにちは、リュウです。さあ本日はオースティン・オブライエン選手キャラクター格付けこちらをねやっていきましょう。オブライエン選手が12月の6日に実装になりましたので、新しいキャラクターが出るとね恒例行事となっております。キャラクター評価をやっていきましょう。このキャラクターは簡単にどういうキャラクターかを説明しておくと、GX の、主人公とまで呼ばれた、キャラクターでございましてですね、10代くんって覇王になっちゃうんですよ。覇王10代っていう、なんかその闇落ちしちゃうんですけども、その闇落ち、10代を救ってくれた、張本人でございましてですね、覇王編ではもうひたすらにこのオブライエンが活躍していたっていう、イメージがあるんですけれども、ボルカニックデッキっていう、バーンデッキですね、を使っているキャラクターでございまして、スキルもかなりボルカニック寄りとなっております。でですね、まずはキャラクターの総評、していきたいんですが、まずですね皆さん、チョコラブド星5、シャーマンキングってご存知ですか？シャーマンキングでチョコラブっていうキャラクターがいるのご存知ですか？ほとんどチョコラブなんだよね。チョコラブなんですよ、ほとんど、ほぼこれどっちかがパクってますよね、これね明らかに。もしくは生き別れた兄弟なんですかね、ちょっとわからないですけども、チョコラブドほんとやばすぎて、これ多分生き別れた兄弟だと俺は思っています。で、まず、コンプライアンスはね星1です。彼ね、デュエルディスクが持ってるんですよ。デュエルディスク、拳銃の形してるんですよね、デュエルディスクでね。なんとね、カードを射出できるっていう、で非常に危険な遊びをしています。そういうデュエルディスクからカードを射出できるんですよ。カード痛めるでしょ、シンプルに。これはね、コンプライアンス上ちょっと問題がありますんで、コンプライアンスは星1。そして精神力星2。覇王10代にもうビビりまくって、なんとね、あろうことが逃走してしまうっていうね。覇王10代を前になんかジムっていうやつが、恐竜使いがいるんですけども、ジムがやられてもうなんかうわーって言いながら逃げるんですよ。こいつ脅威のヘタレです。最終的にね、一応命をかけて10代くんを救ってくれるんで、一応はおまけで星2にしましたけど、実質星1ですね。で、デュエルマッスル星5。もうこれね、ゴドウィン選手とね、にも引けを取らない、この圧倒的マッスル感、筋肉量、GX 世界では環境トップと言っていいでしょう。そして、一番腹立ってんのは、ここ。1。これポジション、星1。両手10代であった、この、早乙女レイ選手を、なんと、あろうことか分断しまして、ここにね、今まではレイちゃんの隣が10代と20代だったんですよね、ここ。なんで、ハーレム状態だったんですけども、なんとですね、大島ブライエン選手、なんか空気が読めない、合コン時に、なんか盛り上がってる2人の間に入って、何の話してんのって、なんか来る気持ち悪いやついるじゃないですか。あのパターンっす。めちゃくちゃ空気読めないやつ、ここ入ってくる。これはないわ、これはクソすぎるわこいつ。ということで、ポジションはマジで星1です。どけお前、せめてここここあたりにしろよ、マジで鬱陶しいわこれ。そして BGM がね、なんとね、ないんですよ。 BGM 専用 BGM なし。いや、手抜きすぎるだろ、ふざけんなよ。一応ボルカニックデビューのね、召喚ムービーがあったんで、そこだけは嬉しいんですけども、専用 BGM ないわ、ないわ、これもないわ。これも否定評価、星1ということで、茶番はね、ちょっとこのぐらいにして、スキル評価やっていきたいと、思っております。スキルなんですが、星2ですね。スキル星2、汎用性がなさすぎます、あまりにも。ボルカニックっていうね、デッキを彼らは、彼らじゃねえや、彼は使うんですけれども、ボルカニックに寄せすぎてましてですね、ほとんどボルカニック以外使用価値ないんですよね。で、しかも、ボルカニックが、その、環境に追いつけてないんで、カード的に。なんで、こんなカード、今更使っても勝てないんですよね。はっきり言いますけど、こんなカード使ったところで勝てないですよ。これ、いつのカードだっていう、2018年のカードらしいんですけどね、もう、もはや。2018年の元旦なんで、ほとんど2017年みたいなカードなんですけども、もう、デュエルリンクスもね、環境が進んでまして、2020年ですから、さすがにこのボルカニック使ってるようでは勝てねえみたいなね、話はあるんですが、せめてブレイズキャノンマガジンは欲しかったかな。これはカードのところでやるか。
スキルはね、固有スキルは結構面白いんですよ。ボルカニック使いの、方にとってはすごく面白い、スキルで、あのアドバンテージも稼げるスキルは結構いっぱいあるんですけれども、汎用スキルゼロなんですよね。ドローセンス炎とかぐらいかな、うん、アタックチャージとかぐらいですかね。だから他のデッキを使ったりはできないから、ちょっとやっぱりキャラクターとしてはね、汎用性劣るっていう意味で、まあ、スキル星2かなと。でボルカニック使いの方にとっては一応面白いスキルはいくつかあって、例えば、このボルカニックバーンデッキっていうスキル、デュエルの開始時に自分のデッキにボルカニックバレット2枚とボルカニックデビル、ボルカニックブレイズキャノン、ブレイズキャノントライデントを1枚追加するよと。でブレイズキャノン発動したら次のターンにキャノンじゃなくてトライデント持ってこれるし、キャノントライデント発動してたら、デビル持ってこれるよみたいなスキルです。だからアドバンテージを稼げるっていうこと。そしてなんとボルカニックバレットが2枚追加されますんで、あのスキルで、もともとデッキに3枚入れたことによってボルカニックバレット5枚っていうね、激ヤバのジャッジーっていうこいつボルカニックバレット5枚入ってますみたいな、あそういうことができると。これはかなり強いと思います、スキル的には。ただし25枚になっちゃうんでデッキがちょっと多いですけどね。はい。でこういうスキルからやっていくとこいつが結構強いっていうのと、あとねもう一個強いのがあって、ボルカニックブレーツキャノン準備、これブレーツキャノン準備っていうだから、ボルカニックモンスターを1から2枚墓地に乗って、墓地置くと枚数と同じ数のブレーツキャノンを、デッキか墓地から選んで出ていくと。ボルカニックモンスター要はバレットとか、まあ、バックショットとかいるんですけども、ボルカニックモンスターを墓地送ることによってブレイズキャノン持ってこれるんで、ここで完結するんですよ。でボルカニックバレットとかは墓地からもう一回その、仲間を呼べるじゃないですか、デッキから。だから、結構ね相性はいいと思います。だからブレイズキャノン準備は、まあ、かなり相性は、悪くないかなと、ボルカニックデッキをね。で、あとの、まあ、こういうスキル見ていくんですが、そんなに強くはないです。ブレイズキャノン展開、自分のフィールド上のブレイズキャノン1枚を、トラジェットに変えると、まあ、こんなことしなくても一応ロケットっていうねサーチャーがいるんで、まあ、そんなに別に、こんなことしなくても困らないかなといったところ。で回収は、墓地からボルカニックカードとブレイズキャノンを3枚まで、選んでデッキを戻すと、まあ、一応ボルカニックバレットを使い回しとかね、バックショット使い回しっていうのができるんで、ワンチャンバックショットとマガジンが、一応まあセットになって実装になれば、バックショットはあるんですけどもマガジンがないんで、まあ、ちょっと微妙かなといったところで、ファイアーリロード、自分の手札が、炎属性炎属モンスターのみの場合は自分の手札を全てデッキ戻して戻した枚数分だけドローすると。まあ悪くはないが、まあそんなことするんだったらすり替えとかでもな、そんなになんか変わんないかなみたいなとこあるんで、まあ、そんなに強く、まあ条件ない、なく使えるんで、まあ悪くはないけど、まあ別に使わないかなといったところですね。で、示談装填、自分のフィールド上にブレイズキャノンカードが存在すると、手札から炎属性、モンスター1から2枚墓地に送って、墓地と枚数と同じ数のブロカニックモンスターをデッキから墓地に送ると。手札を捨てて、さらに、デッキからもカードを送っちゃうんで、そんなに強いスキルじゃないと思います。うん、そんなに強いスキルじゃない。まあ、手札に加えるとかだったら強かったんですけども、まあ、ちょっとそんなに強くはないかなと思ってますね。はい。で、最大火力、自分の炎属性炎属モンスター1体の攻撃力をターン終了時まで自分の墓地の炎属性炎属モンスターの数かける200ポイントアップすると。スキルはターン中に1度勝てるデュエル中に2度使用できると。まあ、ターン終了時までなんでね、まあ、永続的に上がってくれたら結構強かったんですけども、まあ、ちょっとネタデッキ感はあるかな、ここは。まあ、粉砕とか、なんかその絆の力とかでいいんじゃないかみたいな話もありますから、まあ、そんなに、まあ、ロマンはありますよね。炎属性炎属モンスターをめっちゃ墓地肥やして、バックショットとなんかバレット全部墓地送った上で、デビル出せば、4200とかになるかな、多分。っていうことはありますけど、まあ、ちょっとロマンかなといったところ。それからボルカニックフォース、自分のフィールド上に表が表示で存在するブレイズキャノントライデントを1枚墓地送ると、デッキか手札か墓地からデビルを出せると。デビルを出して強いシーンがあんまりないんですよ。この環境なんで、そんなに強くはないですこれ使ってましたけど、動画でも出しますけど、ボルカニックデビルデッキ、このモンスターが活躍できる環境ではありません、基本的には。はい。でボルカニックバーンデッキ、これはさっき言ったようにアドバンテージを稼げるんで強いスキルですよっていうことですね。で熱く燃える戦士は、自分のフィード上の炎属性炎属モンスターの攻撃力守備力が200ポイントアップすると。炎属性炎属ってね、意外と少なくて、フレムベルとか、ボルカニックとか、まあラバルとかあたりなんですけども、まあこれもまあ200ポイントだけアップするんでね、これだったら別になんかミサワのなんかなんだっけ、燃えること火のごとくみたいな感じのスキルでいいかなと思うので、まああんまり強くはないかなと思います。ただしこんだけ一応固有スキルたくさん用意はしてくれたんで、心意気は買います。心意気は運営の
なんですけれども、あまりにも固有スキルを多くしていた結果、汎用スキルがマジでゴミっていうね、話になってるんで、まあそういうことをあの全体的に見たら星は、まあ、2ぐらいかなといったところで、次、カードレベルアップ報酬いきましょう。レベルアップ報酬なんですけども、まあ星、まあ、2ぐらいかなと思ってるんですよね。基本的には星1でももはやいいのかなと思ったんですけど、レベル45にねボルカニックウォールっていうね、このカードね実はねアニオリ、まあ、要はミオシージカードなんですよ。なかなか強いですねこのカードね効果。1ターンに一度自分のメインフェーズに、自分のデッキの上からカードを3枚墓地に送ると、でこの効果で墓地を送られた炎族モンスターの数かける250ポイントのダメージを相手に与えるっていう、これね、効果を発動するたん自分のモンスター攻撃できないんで、先行で使えた場合墓地壊せるんですよ何でも。だから例えば魔法の使い手でライトロードにね入れたりとか、まあそういうことができるんで、まあ悪くはないかなと思います。これこのカード永続だから、まあ毎ターン一応墓地壊せるからね、まあ攻撃することって嫌になっちゃうけど、で250ポイントのダメージになっちゃってるんですよこれね。俺一個だけ言いたいのは、そのね一律これから出すバーンカードのあのダメージを一律半減にしますは、さすがに頭悪いと思う。なんかエラッタして出しますよっていうお知らせがリンクスには来てるんですよ。まあ、リンクス知らない方のために説明しておくと、これから出すバーンカード、ダメージを与えるカードは全部一律半減にして出しますよみたいな感じのお知らせが来てるんですけども、俺さすがにそれは頭悪いと思うわ。例えばこの間の出てきたシャークさんのこれあるっしょ、先行ボカンエアロシャークとか、こいつとかさ、ゲームから除外されてる自分のモンスターの数で50ポイントダメージとかなんですよ。こんなのエラッタする必要あります？俺ないと思うんですよこんなのは。もうもちろんですよ、例えば2000ダメージとかなんかグスタフマックスみたいな、ああいうのはエラッタした方がいいけど、これはエラッタする必要ないじゃん。だからね、エラッタするんだったらちゃんと自分たちで選定した方がいいよ。これは半分にする必要ないから、一切これはカードを冒涜してると俺は思っていて、だからこれは良くない。一日3ゲームはさすがに頭悪い。すみません、ちょっと話それましたが、ボルカニックウォールはまあだからその墓地肥やしっていう意味で結構強いので、まあこれがあるから星まあ2ぐらいかな。あとバックショットね、バックショット、ボルカニックバックショット、このカードが墓地を食らった時相手ライカに200ポイントダメージを与えるよ、250ポイントダメージを与えるよっていうのと、ブレイズキャノンと名の付いたカードの効果によって墓地を食らえると、手札デッキからボルカニックバックショット2体を墓地に送ることによって、相手フィールド上のモンスターを全て破壊すると。ブレイズキャノンマガジンっていうトラップカードで相手ターンにバックショットを墓地を送るっていうことができるカードがあるんですよ。だそれが来たら相手ターンにサンダーボルト打てるんで、マガジンゲーですね、ボルカニックは。なのでマガジンが来てないからまだ可能性はある。マガジン来たら活躍できると思う。なので、まあ、将来性っていう意味で一応星2ぐらいかなと思ってますけど、今マガジンないんで、ここマガジンでよかったと思うけどね俺。さすがにここマガジンでよかったと思うけどな。なんかマガジンを片側に実装しないのはなんでなんでしょうか。マガジンが実装してもね大丈夫だと思うよ俺。っていうのが不満一応で、プロミネンスドラゴンとかは、まあ、一応6000はありますけど、まあ、そんなに強いカードじゃないですね。で、まあ、トルーパーも一応特殊召喚に成功しまくれば、本当はこれ1000ポイントダメージなんですけども、まあ、500ポイントダメージなんで、まあ、あんまりちょっと大変ですかね。なんか、やっぱバーンダメージちょっとな、少なすぎるんだよな。まあ、このアイデンティティなんで、オースティン、オブライエンさんの、バーンダメージ、ボルカニックバーンデッキって言いますからね。だから攻撃権を、こういうので攻撃を放棄する代わりにバーンダメージ与えるっていうデッキなので、こういうのはね、あんまりエラッタしてほしくないよね。このエラッタはさすがに俺はなんかやりすぎだなと個人的には思っています。でファイアーソウルとかもね、まあ、4分の1のバーンダメージになってるんで、まあ、さすがにね、さすがに弱いというわけで、一応エラッタ込みになっちゃうんで、まあ、そのレベルアップ報酬は星2ぐらいかなと思ってます。まあ、今後にねボルカニックバックショットは、今後にかなり期待できるカウンターだこれ、ボルカニックバックショットはかなり今後に期待できるカードなので、まあ、マガジン来てから本気出そうぜみたいな、そういう話ですね。はい、評価は以上になります。まあキャラクター、全体の評価をしておくと星2ですね、スキル星2、レベルアップ報酬星2ということで、まあ、全体評価星2ですね。もうちょっとボルカニックっていうデッキがどんなデッキなのかを思い出してほしい。これはオブライエンをバカにしてますよ。はい、ということを言っておきましょう。
それでは、次のね動画でお会いしましょう。次のボックスでマガジン頼むわ。